各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。スタートを切りました。13頭まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは。先手を取って5番キングオブドラゴンユニコーンライオンがかわしていきました。内を通りまして、4番アフリカンゴールド、3番ウィンマイティ、この辺りちょっと離れているプラダリア、9番キラーアビリティ、1番バテンローリオ、外を通りましてマイネルフォンロン。13頭が第1コーナーに向かいます。外から1頭エフフォーリア、それからラストドラフト1番人気の12番ドーデュース、武豊騎手どの辺りで動くんでしょうか。それから13番スカーフェイスインプレス、これがしんがりであります。先頭の方はどうなっているか。先頭行く5番キングオブドラゴン4分の1馬身リード。 1000m 通過タイムは1分から1分1秒。まずまずのペースであります。そのうち4番アフリカンゴールド、3番足毛の馬体ウィンマイティであります。そして4番手にユニコーンライオンであります。その後ろ3馬身くらいあってプラダリア、キラーアビリティ、それからマイネルファンロン、そのうちからは1番バテンローリオ、エフフォーリアが並んでいます。それからもう1頭ラストドラフトドーデュース、ピンクの帽子が馬込みで入れています。そしてその後ろから13番スカーフェイス。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。ドーデュース直線の伸び足はどうか。先頭国分とアフリカンゴールド、抜けた抜けた。3番ウィンマイティ、内から1頭アフリカンゴールド、ドーデュースが3番手。このまま粘れるか。ウィンマイティ、ドーデュースがかわした。外エフフォーリアが来ている。先頭武豊とドーデュース、1着ドーデュース。この馬は勢いがありますね。1着12番、2着当番、3着9番以上のように確定しました。